無駄な抵抗を寄せ。あんた、生き別れの兄さん。なぜ今更戻ってきた？俺たちポコポッテイト三兄弟には、あんたは必要ない。うるさい。俺の刀の錆となれ。おりゃこのまま負けっぱなしでは、俺たちのメンツに問題が生じる。電子レンジマンに奴を抹殺してもらうんだ。そうだな、兄者。そうだな、弟。なんとも巨大な宇宙人だ。俺様は宇宙人ではない。俺様は宇宙の果てに追放され、体中が燃えてしまってこのようになっただけだ。どうだ、今も炎の跡がくっきりと焼き付いているだろう。そういうもんか。まあいい、貴様は今ここで死ぬ。それはどうかな。喰らえ、この炎を。喰らえ。どうだ、これが世の真の姿だ。甘いわ、甘いわ。甘いのはそっちの方だ。何？どうだ、俺もこの炎のあれをまとってパワーアップしたぞ。死ね。彼の敗因は追放されたという憎しみの炎に取り憑かれてしまったことだ。きっとそうに違いない。まったく哀れなやつだ。